はい、こんにちは、朝日です。明日10月4日金曜日朝10時からクローズコラボが24時間限定で唐突に復刻するというね、なかなかとんでもない発表があったんですけれども、そのパワーアップの詳細っていうのが発表されたので見ていこうと思います。ちょっとね、今その外がね、台風でものすごい風吹いてるんですよ。だから変な音入るかもしれないけど、それはちょっとご了承くださいということで、実装日10月3日今日ですね。もう、今これを撮ってる段階で実装済みですね。一部のキャラクターの能力調整ということで、今回新キャラの追加はないんですね。見ていきましょう。月島花のスキルが1ターン縮みます。このスキルね、めちゃくちゃ優秀なんですよ。左を火で右を回復変換なので、めちゃくちゃ優秀なので、この1ターンっていうのはね、非常にでかいと思います。まあ、今後ね、火属性のパーティーっていうのはどういう風にね動いていくかっていうのはまだ分かりませんけれども、まあ、非常に今後の火属性の環境に大きく影響していきそうな存在だなっていう風に思っているので、注目していきたいですね。で、リーダースキルを調整、これはリンダマンですね。僕ね、このコラボリンダマンだけちょっと持ってなくて、これがどういう感じなのかっていうのはあんまり分かってないんだけれども、十字リーダーなんですね。火を4つ以上つなげて、かつ回復の5個十字と、結構大変ですね。で、倍率の方は24倍になりましたという感じです。で、次、覚醒スキル。今回はここがやばいですね。まず、坊や春道の方が火の泥鏡が1個減った代わりにバインドがついてと。まあ、なんだろう、純粋な強化ではないんだけど、まあ、泥鏡とバインドどっちがいいって言われたらさすがにバインドかな。で、指が1個増えてると。で、リンダマンの方も指が1個増えている。で、こいつらですね。もうやばいことが起こってるんですけど、月島花の方がなんとスキブが5個と。とんでもないことをしてきたなっていう風に思います。で、なんか噂によると、スキブが5個かつバインド耐性を持っているキャラっていうのはこれが初だそうです。もともと3つあったんだね、こいつ。3つの時点で十分優秀だと思うんだけど、なんでこんなことしたんだろうね。バインドをなんか1個にまとめて指を1個増やすとか、なんかそんな感じでも十分みんな喜んだと思うんだけど、すごいことしてきましたね。で、グリコ、こいつも相当やばいです。悪魔キラーが1個増えてる。こいつね、超覚醒で悪魔キラーがあるんですよ。だから自前で悪魔キラー3つで、しかも攻撃タイプなんで潜在の悪魔キラー触れるんですよ。自前で同じキラーを3つ持ってて、でさらにそのキラーを潜在で触れるキャラっていうのはおそらく初じゃないかな。違ったらごめんなさい。僕の記憶上では初めてだと思うんですけど、だから悪魔タイプに対して90倍刺さりますね。やばいっすね、これは。なんかなんでこんなことしてたんだろう。まあ、だから火属性を今だからすごい強くするっていう流れになってるんでしょうね。で、最後武田、こちらがスキルが4つになったと。で、2体攻撃が1個増えてるっていう感じですね。で、こいつはスキルがダメージ吸収無効なんですよ。ダメージ吸収無効スキルを持ったスキブ4のキャラということで、こいつもね、非常に貴重な存在になってくるのかなというふうに思います。まあ、覚醒に関してはあまりその汎用的な感じではないんだけれども、まあ、そうですね、闇火なんで一応ラオウに入れようと思えば入れれるし、まあ、イナフェノンとかのサブにも一応採用しようと思えばできるんで、まあ、活躍の機会っていうのはあるかなというふうに思います。で、そうですね、一応これで終わりなんですけれども、まあ、このあとね、今回この月島花と、花木くちょっと読み方わかんないけど、まあ、グリコって呼ばれてるんでグリコって呼ぶんだけど、この2体を使った動画の方を撮りましたので、この後流していきたいと思います。それではどうぞ。あんまりこいつらが共存できる良さそうなリーダーっていうのがちょっといなかったんで、じゃあなんで撮ろうとしたんだよって話なんだけど、まあ、久しぶりにバージュリを使っていきます。火染めバージュリって感じですね。まあ、ラオウでも良かったっちゃ良かったんだけど、その闇属性が入ってないと HP 倍率が乗らないんで、まあ、それがね、ちょっと気になってしまって、今回はバージュリで行こうと思います。使うのめちゃくちゃ久しぶりなんだよな。結局、究極進化してから1回ぐらいしか使ってないのかな。やっぱそのね、欠損と、あと回復がね、その、まあ、4倍になったんだけど、条件付きっていうところであんまりこう、なんだろう、お手軽に回復ができないっていうことが分かってしまったんで、そこからあんまり僕使えてないんですよね。
だ本当にかなり久しぶりなんですけれども、いいよいしょ、なんかずれるな、まあいいや。そうですね、パーティーに関しては正直特に喋ることないので、じゃあ、いきなり関係ない話をします。昨日ね、広告収入の話をちょっとしたんですけれども、もしまだ見てない方よかったら見てほしいんですけれども、まあ、それの続きみたいな話をちょっとしようかなと。一応ね、その自分の中の心がけみたいなものとして、すげえ落ち込むんなお金が発生したことによってお金が目的になってしまわないように、あくまで楽しむことを最大目標にして活動していくっていう、まあ、自分の中の心がけっていうのがあって、それはね動画の中でも結構何回か喋ってきたんだけれども、これまでその自分がそのアップ YouTube にねアップしてきた動画っていうのをね、この間ちょっと見返してたんですよ。そしたらちょっと気づいたことが一個あって、結局俺収益を得られるようになってから、まあ、確かにね楽しむことっていうのは忘れてないし、事実今も楽しいんだけれども、ちょっと守りに入ってるというか保身に入ってるなっていうことに気づいちゃったんですよね。そうですね、というのも僕のチャンネルで、まあ、今ね比較的再生数のある、まあ、運営に物申す系っていうのかな、あの魔法石専攻のやつとか、まあ、その類の動画っていうのが、まあ、一時期まとめて伸びて、で登録者の方もね一気にその時に増えたんだけども、それらの動画って全部どれもその登録者が1000人になる前のやつなんですよ。でそれ以降に僕が上げた動画って、まあ、あくまで僕基準ですけれども、正直ねあんまりなんていうのかな、攻めた動画ってないなって思っちゃったんですよね。その動画をアップした時は自分ではあんまり気づいてなかったんだけど、その石線香のやつとかの そのそれ前後の自分と比べると、ちょっとなんかねインパクト薄いんじゃないかなっていうふうに思っちゃったんですよね。まあもちろんそのあの時はもうパズドラ自体がもうめちゃくちゃねこういろいろとやらかしてたから、まあこっちもねちょっとこう言いやすかったっていうのもあるんだけども、あの一件でまあ視聴者が多分こいつめっちゃ物言う系のやつなんだなっていうイメージをね持ったと思うんですよ、僕に対して。それでじゃあそれに合わせて俺もそっちの方向で行くべきなのかなっていう風なね考えっていうのが、まあ、自分でもねちょっと思ってたところはあるんだけど、結局でもそれ以降に上げた喋ってるだけのやつの動画って正直あんまりうまくいってない。そのうまくいってないっていうのはその再生数っていう意味ももちろんあるんだけども、そのそれよりもねなんかその結局自分の中であんまりピンときてないというか、ちょっと納得いってない部分があるんですよね。なんか無理やり喋ろうとしてる感がちょっとあるなっていうことに気づいたんですよ。だから口ではねその楽しもう楽しもうって言ってるんだけども、多分気づかない、自分でも気づかないうちにお金の影響っていうのを受けてしまってたんでしょうね。そうですね、こういう活動をしてるとやっぱどうしてもね向き合わないといけないことっていうのが一つあって、まあ、それが何かっていうと、まあ、いわゆる炎上ですよね。まあ、どんな有名 YouTuber も一発の炎上で終わってしまうことって、まあ、今までね何回もあったじゃないですか、事件として。でお金が発生する前っていうのは、まあ、言ってしまえば怖いものがないんですよね。もう何やってもいいや、どんなことが起きても全部なんていうかな、新鮮な気持ちで受け止められるし、それ自体が自分にとっての勉強だから、どんなマイナスな動画を上げても全部プラスになるぞっていう、
そういうめちゃくちゃ前向きな気持ちで、やってたんですよね。だからその、まあ、僕の動画見てくれてる人だったら知ってる方も多いと思うけど、マリエルは弱いっていう動画ね、あれもあれを言ったところでどんだけ批判されようが、別に今俺は失うもんないから大丈夫だろっていうね。でそれをアップすることによって実際にどういうことが起きるのかっていうのを知りたいっていう気持ちの方が上だったの。だから上げたんですよ、あれを。自信を持って動けたっていうんですかね。だけどじゃあ逆に今それと同じことをやれって言われると、正直ちょっと怖いですうーん最悪なんだろう、まあその何でもいいんだけど、まあ、じゃあイナフェノンは弱いっていう動画を上げろって言われたら、本気でイナフェノンが弱いと思っていたとしても、ちょっと今の自分にはできそうにないなっていうことに気づいちゃったんですよね。その炎上してしまうと結局そのなんていうのかな、最悪それまで築き上げてきたものがなくなってしまうかもしれない。だから、まあ、ここまでね、その、まあ、まだまだしょぼいんですけれども、一定育ったものっていうのは、まあ、良くも悪くも守らないといけなくなっちゃうので、だから、まあ、そういうことを考えていくうちに、あ、俺結局やっぱりお金の影響を受けちゃってるわっていうふうに思っちゃったんですよね。口ではね、いろいろ言ってるけども、心のどっかでは結局、守ろうとしてしまってるんだなって、まあ、昨日の今日なんですけれども、気づいちゃったんですよね。昨日あの動画を上げてから今までの間に、そのことにちょっと気づいてしまいました。だからじゃあこれからどうしていこうとかっていうのは別にないんだけど、まあでもね、結局、そうは言っても、あんまり深く考えない方がいいのかなというふうにも思います。まあ、いろいろこう考えていっちゃうと結局ね、その考えに縛られちゃってどんどん何もできなくなっていくから、何をするにしてもその怖くなって動けなくなっちゃうんですよね。それが多分一番良くないことだと思うんで、なんていうのかな、保身に入ってるなっていう、自分の気持ちがちょっと守りに入ってるなっていうことに気づけたこと自体は良かったとして、その時結局その自分がどういう心境であろうと、その時にやりたいと思ったことをやるべきだなっていうふうに思ったので、これからもその心がけで活動していこうかなというふうに思ってますね。あ、気が組めなかった、まあいいや。とかなんとか言ってると結構ここまで来ちゃったんだけども、誰ですか。スミレはねちょっとね硬いからねめんどくさいんですよね。あ、水が降ってこなくなるのか、それめんどくせえな。よいしょ。ここでね水が欠損しちゃうんで、あー無理か、倒せねえか。あれ次こいつ何してくるんだ。あれこれやばくね。ちょっと待って、スキルが、スキルねえな、これ死んだな完全に油断してたわ。でもそのちょっと喋ることに夢中になりすぎて盤面とか全然見てなかった、ただひたすらパズルしてたわ。いやこれダメでしょ、水降ってこないもんよいしょ。さすがに無理だよね、だってさっき水火同時決まってこんだけしか削れてないんだもんね。はい、ということで、結局そのクローズコラボで強化されたキャラクターの強さっていうのがあんまりよく分かんなかったんですけども、ここまでね見ていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。